馬渕真理子の5分で教えてベンチャー社長。このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される起業家ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです。ここからのナビゲーターはフィスコアナリスト馬渕真理子さんです。今日は未公開株の現状とエンジェル税制について伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。先週はですね、実は日本の非上場企業の課題と、資金調達環境が海外と全然違うというお話をさせていただきましたけれども、今日は具体的な法整備についてお話をしたいと思います。先週アベノミクスの日本最高戦略の中で、株式投資型クラウドファンディングの制度が開始したというお話をさせていただきましたが、2016年にですね、株式投資型クラウドファンディングの初めての業者になったのが日本クラウドキャピタルという会社です。その他にもですね、5社ほど今運用しているような状況でございます。でこの、クラウドファンディング業者っていうのは実は第一種少額電子募集取扱業っていう登録が必要なんですけど、このお名前坂本さん吉崎さんご存知でしたでしょうか。そうですね僕は名前としてはユニコーンとかファンディーノとか、その辺は雑誌含めて耳にすることはありますよね。それはとても感度が高い。そうですね、一応投資家で何でも触ってるっていうのは僕の売りなので、ありがとうございます、なかなかでもあんまり知名度がない名前なんですけども。第2種もあるんですか。第2種もございます。はい、でこちらは第1種少額電子募集取引なので、この内容を具体的にちょっとご紹介したいと思います。で、非上場株式のマーケットって非常にリスクが高いので、いろいろと投資家保護があります。で個人投資家は1企業に対して年間50万円までしか投資できないというような、たくさん突っ込みたいですって思っても50万までしかいけない。募集扱い業の人に頼むのが50万までってことなんですか。そうです、扱えるものがそうなんです。そのプラットフォームの中で投資できる年間の1年間の額が50万円までなんですよね。なのでやっぱり坂本さんとか吉崎さん、イメージベンチャー投資っていくらぐらいのイメージがありますでしょうか。でも 2,30 倍になると考えたら、100万突っ込んどけば 2,30 万かって言うと、周り見てたら500 です1億いきたいですよね。そう3から5でいいっすね。1000万みたいなイメージ、うまくいき1億になるやつでしょ。ですよね、3,5,10 みたいなイメージがなんかありますよね。井上さんはイメージありますでしょうか。いやでもやっぱりベンチャー企業って将来性を、見越して投資すると思うので、そんなにこう多くは払えないのかなっていうイメージはあります。ありがとうございます。そう、今おっしゃっていただいたように、さまざまご意見があるかと思うんですけども、今回この国が推しているテーマはですね、個人投資家は10万円ぐらいから投資して50万円って非常に告知になっているんですよね。なのでサラリーマンでも始められるかなっていうような金額になっています。そして投資を受ける企業側にも実は制約がございまして、こちらちょっと最初に伺いたいんですが、坂本さん、ベンチャー投資を受ける側 の、企業ってどれぐらいのイメージがありますか。そうですね、多分その受ける時の会社の大きさによって変わると思うんですけど、例えば最初に起業して 1,2 年で例えば3000万とか1億入れてくださいっていうと、ほとんどその人の資本になっちゃうの で、何もできないから最初は少なく、で上場が近くなってきたらもうその時価総額というか株価の価値が上がってからバンバン入れてっていいよっていう形になるのかなって、そんなイメージだから最初は多分数百万で、最後でも 1,2 億とかそんなもんなのかなっていうような形ですけどね。バリエーションの付け方ですよね。シードの頃とかアリの頃なのか、結構あとステージなのかで結構変わってくると思うので、吉崎さんも突っ込んでるから結構おっしゃってましたもんね。僕もかなりこれはいろいろ個人的には出資してるってことでしょ。すごいやってますから。どれぐらいの規模ですか。やっぱりそれはさすがにちょっと言いにくいですけども、聞きたい。そう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 、まあいろいろ話こういうの入れませんかとかですね、結構ありますよ。エグジットの経験もあるんですか。あんまりね。また今度ゆっくり聞こうかな。飲みながらっていう感じですが、多分これでもやっぱ一つはさっきの1億2億を2年目とかで入れてる会社いっぱいありますからね。ございますね。山ほどあるので、数億円っていう会社も。そうなんですよね。なので個人の方から1億円とか、企業から1億円とかなると、CVC から1億円とか、おっしゃる通りです、なのでそうなると結構ボリュームが大きいようになるんですけど、実はこちらも実は制限がありまして、
1年間で1億円までっていう上限があるんですね。ここを通すとってことですか。そうなんですよ。個人的にとか普通に企業が直接入れる場合はこういう制限は、ま、別ですよね。問題ないですよね、はいはい、っていうふうな、まあ、こちらも一応投資家保護の観点の、ね、うん、はい、こういうふうな制度になってます。で、まあ、こちらの、まあ、あの規制の方も実は緩和方向には、はい、これされる感じなんですか、緩和今後に。あ、一応そういうふうな、うんうん、あの動きに今なってまして、うんうん、まだこの株式投資型クラウドファンディングのサービスが開始で4年目なので、うん、まあ、慎重に物事を進めていく必要があるんですけども、うん、今お伝えした個人の額そして企業の額も緩和方向で今進んでいるようなんですね。なので、まあ、この進捗がありましたらまたお伝えさせてください、うんうん、はい。ちょっとお時間になってしまいましたので、エンジェル税制についてはこの後 YouTube 配信で伺っていきたいと思います、はい、すみません、馬淵さんありがとうございます。来週はいよいよベンチャー社長の登場です。おー、番組もそろそろお別れの時間です。この後は YouTube 延長配信でお楽しみください。ラジオの前の皆さん、また来週です。はい、 YouTube 延長配信です。すいません、馬淵さん、じゃあエンジェル税制について伺ってもいいですか。はいはい、今あのいろいろ規制があるとあのお伝えしたベンチャー投資なんですけども、はい、個人投資家の皆さんに、まあ、朗報の制度もあります。これがエンジェル税制です。坂本さん、吉崎さん、はい、エンジェル税制でご存知でしたでしょうか。制度は一応、はい、してます。使ったことありますよ。あ、おそうなんですか、はい、そうなんですね。税金がその年ほとんどなくなりました、ね、やっぱりそうなんですね。なのですごく個人投資家の方にはメリットがあるというふうに言われている制度なんですけれども、うんうん、あの A と B っていうふうにちょっと複雑なのでご説明させていただきます、うん、はい、でエンジェル税制 A はですね、設立5年目未満のベンチャー企業にが投資対象です。でそのベンチャー投資した額から2000円引いた額をですね、その年の総所得額から控除できるというような、うん、総所得額から控除ですね。そうなんですよ、ふるさと納税と同じ仕組みです。そうですね、そうなんですよ、2000円って聞くとおって思った人いるかもしれませんけどね、うんうん、で制度 B はですね、設立10年未満の企業が対象で、投資額の全額がその年の株式譲渡益から控除されるというような。これは今回儲かっちゃった人はそれでまあ利益を消し込むってあれですけど、ネットできるっていうのはすごくいいですね、うん、そうなんです。これ馬淵さん、あれですか、 A と B って選ぶことができるんですか、投資家は。こちらのプラットフォームの方で決めています、うん、審査を通して適用できるかどうかっていうのを、はい、はい、じゃあ A と B 両方適用できますっていうこともあり、それはどっちからにするっていう形なんですね。設立年度によって切られているので、はい、じゃあそう、5年未満と10年未満で2段階ありますということですね。そうですね、段階別々になってます。理解しました。なので、まあ、いろんなプラットフォームが今あるんですけども、そのページに行けば分かるようになってます、うん、はい。で、あの、じゃあ自分が利用する場合一体どうなんだっていうところなんですけれども、うん、エンジェル税制シミュレーターという機能がネット上にはありますので、はいはいはい、ぜひ検索してみてください。で、じゃあ自分の場合は一体どうなのかっていうところで実際に、はい、例えばやってみましょう、うん、例えば800万円の、まあ、総所得の方がですね、うん、エンジェル税制適用企業に50万円を投資した場合、うん、A の場合は1年間で6万8600円の税負担が軽減されます。B の場合は4万5千円というような感じですね、うん、これはふるさと納税とどっちがいいかなって選べますよね、実際。そうですね、はい、うん、そこは非常に面白いなと思いますけどね、うんうんうん、そっか、ちょうどね年末に向かってるからね、うん、そう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 、そろそろあの、そうだ、一般 の、ね、あの確定申告、あ、だってまあ普通源泉徴収になるとね、うんうん、はい、出されてること、この季節になるとふるさと納税の CM もいっぱいありますから ね、 そうですよね。これ馬淵さん、あれですか、まあ、すぐもらえる感じですか。現状ふるさと納税やってギリギリにやってもなんとかなるよっていう形なんですけど、うん、これってラグってどのぐらいあるんですか、ね、それよくそのご質問を受けるんですけど、はい、あのこの今1年間の間に事前に投資しておかないとダメなので、うん、今滑り込みたいから申し込みたいっていうのはできない状況なんですよ。なので、まあ、常にウォッチしていただいて、あ、この企業があれば投資しておいて、はいはい、この年度末に請求するみたいな、はいはい、あ、だから年度末って、まあ、そうですね、だから年内にその企業にもし案件があれば、うん、まあ、それは適用になる。そうなんですよ、はい、記念日的には、まあ、今ここの会社に、うん、そう見て投資しようかなと思って、うん、その記念日的には12月31日なんですか。あ、そうです、ね、年末で、はい、まあ、納税が年度末、はい、そうですね、タイムショーじゃタイムラグはないってことだね。そういう意味ではね、そういう意味ではないですね。自分でその分書くからっていうことです ね、 ですね。証明書が送られてきたとしても個人の場合は、まあ、大体その確定申告の期間は2月と、はい、3月だから、うん、そこまでには、まあ、間に合うから、はい、年内にっていうことなんですね。そうですね、はい、
理解しました、うん、でもこの A と B 自分がどっち対象なんだろうっていうのがウェブ上でテストできるのはいいですね、うん、そうですね、はい、うん、自分がどっちなんだろう、それを加味してふるさと納税か、そうですね、免税先生かみたいな、そうですそうです、うんうん、これはまあ5と10がこのまあ切れているというか2段階あるっていうのはやっぱりその設立間もない企業の方がどっちかというとリスクがあるから、うん、まあ、その分どっちかというとその総所得額から、はい、まあ、ある程度まあ引きますよという形で、はい、B の場合はまあ設立が10年あれば、ある程度安定しているから他のエクイティとか株とまあ変わらないだろうというところで、はい、まあ、ただその設立5年未満がダメかっていうわけでもなくて、うん、まあ、自分の目利きに合ったところのその5年未満っていうところにはまると、うん、はい、この総所得からまあ控除できるっていうのは、はい、これ結構いいですね、はい、うん、ご存じない方がまだまだ多いんですけど、うん、使えると思います、はい、聞かれると結構いいねっておっしゃる方が多いです、うん、いやこれ高所得の人めっちゃいいですからね、 そうですよね、だって僕の友達の医者とかだと240万そのふるさと納税やらなきゃいけないという人がいますから、そうそうね、うん、吉崎さんはもう使われたことがあるとおっしゃってましたが、うん、はい、どこでエンジェル税制を知ったんですか。それを出資をこうしませんかって言われたところの会社が、うん、エンジェル税制使えるんでって言ってこられましたね。まあ、所得が高いからね。いやそうですね高い人からこう。いやいや、そういう意味じゃなくて、普段の関係先だったんですけど、うん、仕事とか、ね、いかがですかって言われたんでそれでやりました。うん、でもとても善意のある企業です。とても書類とか大変ですね。あ、そうですね。はい。なのに、はい、それをやりませんかとおっしゃるのはとてもいい会社だと思います。はい。そこは一部その設立メンバーに、僕は違います、設立メンバーの方々の中に、うん、公認会計士の会社が入ってたんですね、はいはい、会計事務所が入ってたんです。だからそこが全部受けてやったんじゃないかなと思いますね、はい、そのエンジェル税制の、まあ、書類 の、うん、大変さとかも、うん、今緩和方向に、はい、簡易化されてるので、はい、そのあたりもまた機会がありましたら、うん、そうですね、はい、まあ、B コミさんもこれから、うん、ね、使われるかもしれないですからね。そうですね、もう、まあ、一応軽くは言ってるんですけど、うん、もうちょっと行きたいなと思ってるので軽くは言ってる、まあ、どこかでね、はい、皆さん要チェックです、うん、はい、来週は何をしますか。来週はあれですね、ベンチャー社長の話を伺うという話に、来週ゲストが、はいはい、この番組にいらしてくれるということで、ちょっと待ってくださいね、うん、来週はですね、ベンチャー社長、株式投資型クラウドファンディングの最大手クラウドキャピタルのベンチャー社長が登場されるということで、はい、そうですね、はい、どんな方ですか。あ、非常に日本の未来に対して誠実に頑張っている社長さんかなと思います。面白そうな内容で、はい、ぜひ深掘り一緒にしていきましょう、はい、よろしくお願いします